記者会見を始めます。まず最初に知事から平成24年11月県議会定例会の招集について報告があります。11月定例県議会につきましては11月22日木曜日午前10時の招集の予定であります。当初提案予定の議案は補正予算関係3件、予算外議案15件の合計18件であります。今回の補正予算案としては本日8時半より開きました香川県経済雇用緊急対策本部会議において指示を しました交通死亡事故抑止策、あるいは防災対策、その他緊急課題に対応するそうした対応を含めた当面の県経済活性化策を盛り込むようにしております。今後内容を詰めていきたいと思っております。予算外議案としては香川県総合運動公園などの指定管理者の指定などを予定しております。以上です。それでは幹事社からの質問をお願いいたします。2点質問いたします。よろしくお願いします。まず1点目ですが、先日の知事の上海市訪問と中国との交流促進についてです。10月30日から11月1日まで知事は上海市を訪問されて、市の幹部とか春秋グループのトップの方々と面談したとのことですが、その成果についてお尋ねいたします。さらに今後中国との交流を促進していく上で県の対策、例えば上海線の搭乗率の向上などどのように取り組んでいかれるのか、ご所見をお伺いいたします。もう1点は、特例公債法案の審議入りについてです。特例公債法案は今週から審議入りする方向となったとされています。先週知事は特例公債法案の早期成立を求めるとおっしゃっておられましたが、この事態の推移についてのご所見を再度お伺いいたします。それとさらに、他県におきましては地方交付税の支払い延期を受けて、職員のボーナス支給を先延ばしすることの検討を始めたとの報道も一部ありますけれども、このことについて県は具体的に検討するご予定はございますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい。まず中国上海の訪問の件でございますけれども、火曜日にまず、日本総領事ですね、上海駐在の泉総領事とお会いして現在のいろんな状況をお伺いいたしました。総領事とのいろんな話の中ではですね、その厳しい状況続いているけれども、いわばそこを打ちつつあるのではないかと、そういったお感じをお持ちのようにお見受けしました。上海の少なくともその通関といいますか税関ではですね、伝えられるような遅延行為等は一切ないともお聞きしております。そうしたいろんな情報をお伺いいたしました。東方からは現在の今回の宣誓書の取りやめと、また現在の春秋国の状況と搭乗率等もお話しいたしました。翌日ですね、上海市の旅遊局や観光局に行きまして、鄭副局長さん、女性の副局長で香川県にもおいでいただきましたけれども、またお会いしまして、県と市はですね、観光交流協定を去年結んだわけですけれども、それに基づいてお互いに交流をですね続けていこうということは、これは変わりはないということを双方で確認をしたところでございます。お昼にはですね、民生林泉という船会社さん、受験本社ですけど上海に分校市という、大きな支社ですけども、そちらがこの前コンテナ航路10周年を高松でお祝いしたんですが、来ていただいたお礼に伺って、こちらはですねもう全く通常通りといいますか、賃貸便なんかは今後少し荷物が増える、日本からの荷物が増えるのではないかというような話も伺いました。
その後ジェトロに行きまして、副所長さんからいろんなお話をこれも伺いました。あのジェトロ上海事務所ではですね、このいろんなセミナーを従来から行事、まあ、やシンポジウム等々も含めてですね、そういったセミナー等を企画していたのが一部まあ中止延期になったのはありますけど、ほとんどはまあ予定通り行われているというふうに伺ったところです。そしてその足でですね、すぐ隣のビルにありますその大規模展示施設上海マートっていうのがありまして、そこに日本製品の常設のショールームグッドグッズジャパンっていうのがあって、そこを拝見いたしまして、まあ以前科学園からも一社出ていたことがあるようなんですが、なかなかこのいいところで、そういうところに県からまたですね、何社か出展できればいいなと感想を持ちました。まあ、最後に春秋国本社に来まして、グループ本社に来まして、現在の状況等についていろいろ情報交換、意見交換しましたが、まあ、今はやはり途上率厳しい状況で、12月ぐらいまで予約も、12月の初めぐらいまではですね、予約もちょっと、鈍いというような感じでありますけれども、まあ、こういう時こそですね、民間の交流っていうのが重要であって、そのために、まあ、航路、この航空路線というのは重要な基盤であるということを私からも申し上げて、まあ、この路線の維持発展をお互いに努めていきたいということで、一致した次第です。具体的にその新しいキャンペーン等の話はまだ出ておりませんけれども、まあやはりこちらからアウトバウンドの方は少し動きも出ているのかなという気もいたしますので、まあ、そうした動き、またビジネス客等もですね、この前も需要はあるんじゃないかとこう申し上げたと思うんですけども、そうしたものを、まあ、拾っていくというとあれですが、積み上げていくというようなことが、まあ、利用拡大につながるのかなと思っております。上海の関係は以上です。あと特例交際法の関係は、まあ、審議入りということに、そういう方向になったということは、これはもうありがたいというか評価できるとは思いますけれども、まあ、しかし本来であればもうとっくに成立してなければならない、もうこのままですね、目処がさらに、まあ、明らかにならないという状況に陥らないように、ぜひとも一刻も早い成立を願っております。今後どういった状況になるかというのはなかなか分かりませんけれども、前回に比べて9月分の最後がですね、前回はまだよく分からなかったところあるんですが、それは一応入ってきたと。ただご案内のような11月分最後の分がですね、市町村も含めて先延ばしになっているという、やはりこれも有識状況であり、こうした状態がどのように解消されるのか、まあ、交付税の話だけではないとこの前も申し上げましたけれども、そうした状況が依然として不透明といえば不透明であります。その点を解消を求めていってますけれども、いわゆるボーナスの支払いについてはですね、まあ、県の場合人事会規則でその12月10日ということが定められておりますので、この点について、現段階でそういった支払い遅延ということは考えておりません。以上です。通信です。特例交際の関係で
もう一点お伺いしたいんですけれども、その臨時国会をめぐってはですね、与党の方から、先ほどおっしゃった特例公債の関係ですとか、あとまあ一票の格差の是正、またその社会保障に関する国民会議の選出といったその3つの条件に関連してその駆け引きがあるわけですけれども、そういった点に関しては知事ご自身はどのようにお考えでしょうか。まあ、解散に関する条件云々ということについてはですね、まあ、知事としてまあコメントする立場にはないと思いますけれども、まあ、3つのお話のうち特にその特例公債法の話は先ほど申し上げたとおり、もう本当に一刻も早くこれはもう解散云々であるからということではなくてですね、とにかく早く成立してほしいと、まあ、それができないままにですね、国会審議が非常に混乱に陥るって、このずるずるとですね、成立が見込まれない状況というのはこれはもうあってはならないことだと思います。繰り返しその早期成立を強く求めたいと思います。これはもう6団体も一致しておりますし、この前の瀬尾市再知事会でも強く各知事あるいは知事会長から申し上げたところです。まあ、一票の格差の問題はこれはまさに国政そのものの話であってですね、議会において国会において、判断していただく問題であろうと思います。まあ、司法判断について、きちっと受け止めて国会が自ら判断されることだと思っております。社会保障の関係で国民会議はですね、これは設置することはまあ皆さん意義がないんじゃないかと思いますし、地方としてはですね、むしろその際地方の代表をですね、本当に福祉の実態が分かっている地方代表をぜひ参加させてほしいというふうに今知事会でもお話がありましたけども、まあこの点はですね、ぜひお願いしたいと思ってますが、いずれにせよ国民会議を開くこと自体意見の差があるとは思っておりませんので、これも早く国政を前に進めていくためにぜひ開催していただきたいと思っております。それでは各社から質問がございましたらお願いいたします。朝日新聞の柳谷です。先ほど知事がおっしゃってました11月議会で、今日の経済雇用緊急対策本部会議で出た活性化策、まあ、県がこれまで緊急課題としていたものを前倒しするような内容でしたけども、大体今度の補正予算でどのぐらいの規模を検討してらっしゃいますでしょうか。それはまだこれからですね、いろいろ財源面の話も詰めていかなければいけないので、大変申し訳ないです。それは現在検討中ということでご理解いただきたいと思います。NHK の関と申します。2点あるんですが、1点はですね、中国訪問されたということなんですが、でいろんなお会いして知事がですね、お感じになった肌感覚というか、そういうのをちょっと教えていただきたいっていうのが一点とですね、今日の午前中の緊急対策会議もあったんですが、今質問とも関連するんですが、まあ、具体的な金額は置いておいて、まあ、時期とかですね、あとはそれぞれ県独自のって柱を挙げておられましたけども、その中でちょっと具体的に、例えばっていうので何かあれば教えていただきたいんですが。中国最初の方の話ですが、実際に行ってみてですね、特に何かこれまでと変わったという感じは全く受けませんでした。まあ肌感覚といってもなかなか街の中あまりうろつく時間もなかったわけですけれども、まあ空港の行き帰りとかですね、あるいは訪問先への途中を見てて、特段その変わったなというような感じはありませんでした。まあ日経の商店ともごく普通にやっているような感じを受けました。
補正についてはですね、これはやはり経済対策ということで国の方も予備費を使った第1弾、またさらには第2弾も考えているということですが、やはりここに来ての経済指標の落ち込み、この点についてですね、失速してしまうようなことがないように、有効需要を喚起するという意味で、投資的経費は当然あると思いますけれども、それに合わせてといいますか、今日申し上げたように、やはり交通事故対策、あるいは防災・減災対策、さらには来年の瀬戸芸を睨んだですね、その交流活性化策、こうしたところを補正予算として必要なものに絞って盛り込んでいきたいと思っております。時期に関しては早急にというふうにおっしゃってたんですから、この11月の補正予算議案に間に合わせるように編成したいと思っています。月内にも取りまとめたいという、この22日のですね、提案の時にもうその内容は固めていきたいと思っています。他にありませんでしょうか。よろしいですか。以上で定例記者会見を終わります。ありがとうございました。